皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。2年ほど前に公開した皆様から好評だった33歳からの見直しメイク動画、撮影当時夜中に撮影したため周りが暗く色を正確に映し出せていないなど反省点が多々あったので、内容を少しリニューアルし最新版でお送りします。33歳を過ぎると乾燥しやすくなったり、シミが濃くなったり大きくなりだしたり、小じわができ始めたり、噛み癖や生活習慣などで骨格や筋肉も変わり顔つきも変わってきます。若い頃にしていたメイクがなんだかしっくりこないというのを思い始めるターニングポイントでもあります。そのため33歳を過ぎたらメイクの見直しが必要になります。33歳以降のメイクのポイントは3つです。1つ目は年齢を感じさせないベースメイク作りです。お肌を若々しく見えるようにツヤ肌を作ります。2つ目は光を味方にします。シワやたるみが老けて見える原因だと思われがちなんですが、実はその影が老ける原因でもあります。ハイライトを使用することで光を集めてくぼんでいるところを立体的に見せる効果があります。3つ目のポイントは、ポイントメイクはリフトアップを意識します。リフトアップ効果のある上昇ラインを描いていきます。以上3つのポイントを押さえてメイクをしていきます。スタート。それではポイント1つ目の年齢を感じさせないベースメイク作りをしていきます。こめかみとか、そもそもお肌の張りがなくなることでお肌がしぼんで毛穴が目立ってきます。このたるみ毛穴が気になる方は毛穴用の部分下地を使用して毛穴をフラットに整えていきます。こめかみを引き上げて毛穴が気になるところにくるくるくるっと入れ込んでいきます。頬の毛穴は下を向いているんですけど、こめかみを引き上げることで上を向いてくれます。そのため毛穴に効率よく入れ込むことができます。目の下の小じわ程度であれば毛穴用下地で埋め込むことができます。肌トラブルに合わせてコントロールカラー機能のついた下地を使用します。自然に色ムラを整えることができます。全体に使用するならピンク、パープル、オレンジ、そしてパールがおすすめです。年齢を重ねると乾燥肌に偏る方が多いので、保湿ができる下地がおすすめです。保湿系の下地でおすすめなのはランコムの UV エクスペールトーンアップローズです。ピンク色なのでお肌を自然に血色をアップさせることができます。そしてこのようにツヤがめちゃめちゃ出ます。乾燥していると特にツヤが出にくいので、こんな感じでツヤが出るものを選ばれるといいです。若い時に使用しても大丈夫だったブルーやグリーンは33歳を超えてから使用すると顔色が悪く見えがちなので、あまりおすすめしません。使用するのであれば部分的に使用してください。クマやくすみなどが気になるところはスティックやクリームタイプのコントロールカラーがおすすめです。このように重ねていきます。ベースメイクは潤ったお肌に仕上げることで若々しく見えるので、リキッドやクリームタイプのファンデーションがおすすめです。光源堂のマイファンシーアクアファンデーションを使用します。ファンデーションは中心に一旦置きます。こんな感じで、そしたら中心から外側に向かって塗り広げていきます。このように重ねると中心は厚くなり、外側は薄い仕上がりです。もうほとんどフェイスラインには重ねないです。フェイスラインまでしっかりと重ねてしまうと厚塗りに見えて老けて見えるんですよ。なのでフェイスラインにはほとんど塗らない。シミとかくすみとかトラブルを隠そうとするとついついね厚く塗りがちなんですが、ファンデーションを重ねる前にコントロールカラーでしっかりとカバーしておけばファンデーションの量を抑えることができます。目の周りや口周りにシワがある方はファンデーションを厚く重ねてしまうとシワに入り込んでしまうので、なるべく薄く仕上げます。全体に重ね終えたらもう一度目の下三角ゾーンをカバーします。目の下三角ゾーンをきれいに仕上げるとお顔全体がきれいに見える錯覚が起きます。そして目の下三角ゾーンは分厚くなっても厚く見えにくいパーツなので二度塗りしても大丈夫です。最後シミなど気になるところがあればポンポンポンと押さえます。ファンデーションなどで隠れなかったシミなどはコンシーラーを使います。先日トラブルを徹底的にカバーするテクニックをご紹介しましたので、よかったら下の概要欄から飛んでご覧ください。コンシーラーブラシでコンシーラーを取ったら量を調整します。
このようにつくかつかないかぐらいになったらトラブルをカバーします。まず中心に置いてからトラブルよりも一回り大きく広げ境目をぼかします。口角が下がってしまっている方はまず一旦輪郭を消しておきます。後ほどリップペンシルを使って輪郭を整えていきます。唇がくすんでいる方はコンシーラーを使ってリップの色を消しておくといいです。フェイスパウダーはせっかくのこのツヤが消えないようにマットではなくパールの入ったものを選びます。オンリーミネラルのミネラルクリアグローフェイスパウダーを使用します。パフではなくってブラシを使用して中心から外側に重ねます。ふんわりと。ファンデーションと一緒で中心から外側に重ねることで自然な立体感が生まれます。ベースメイクでは減圧の調整を行っているので厚く重ねたところは立体的に見えています。逆に薄く重ねたところは下がって影に見えるのでもうすでに自然な立体感は生まれています。そのためシェーディングは最小限に抑えても大丈夫です。年齢を重ねると輪郭がぼやけてきます。特にこの顎のラインとかも首とつながりやすいのでそういった方はシェーディングを使うことではっきりとします。フェイスラインに重ねたら必ずお顔側と首側になじませます。目鼻立ちをはっきりさせたい方はノーズシャドウも入れます。続いてポイント2つ目に移ります。光を味方にしてカバーを行います。ラメが入っていてキラキラタイプっていうよりもラメが控えめで落ち着いたパールの質感がいいです。影が気になるところに入れることで立体的に見せる効果があります。年齢を重ねると影ができやすいところはこめかみと目の上のくぼみ、ここ眼窩という場所です。あとは目の下のまぶたがたるむことによってできる影、ほうれい線やマリオネットライン、そして頬のくぼみです。気になるところがあればさっと入れます。若い時は目の下から始まる小さめの C ゾーンでしたがこめかみが痩せて気になる方はこめかみから大きく C ゾーンを描きます。こめかみもふっくらと見えるし頬骨の上も光ることでツヤ肌に見えます。目の下のくぼみが気になる方はさっさっと、ほうれい線が気になる方はほうれい線に、マリオネットラインの影が気になる方はマリオネットラインの影に。目元は立体的にするためにハイライトを押し込みます。目にくぼみがある方はくぼみにハイライトを入れます。お好みで T ゾーン、顎先に入れます。ポイントメイクではリフトアップを意識してメイクをされるといいです。こちらをご覧ください。下降ラインよりも上昇したラインの方がお顔が引き上がって見えますよね。この錯覚を利用していきます。アイシャドウは目元に深みのあるカラーを使用すると暗くなって元気がなさそうに見えるので明るめのカラーを使用します。かといって明るすぎても年齢に合わないのでこのように落ち着いた明るいカラーをアイホールにのせていきます。目元をリフトアップしていきます。目尻側に上昇ラインを入れた後目頭に向かってなじませます。目元がくぼんでいる方はここに色をのせてしまうと余計くぼんで見えてしまうのでアイホールまで塗り広げないようにしてください。続いてこちらのカラーを重ねていきます。目尻に入れたら目頭に向かって伸ばし広げます。このように目元が引き上がって見えます。目の下も明るいカラーを使用します。目元に張りがなくなるとアイラインが引きにくくなります。そういった場合はペンシルアイライナーを使用するといいです。目尻を優しく引っ張りながら描くと綺麗に描きやすいです。アイラインを引き目力を出します。目尻の羽は目を閉じて描くと目を開けた時にあれ違ったっていうことになるので目を開けてアイラインを描くといいです。締め色を使ってなじませます。まつげも上昇ラインになるのでビューラーを使ってまつげを上げていきます。マスカラは年齢を重ねてまつげが短くなってしまった方はロングタイプ、まつげの毛量が少なくなってしまった方はボリュームタイプを選びます。目尻の羽の角度に合わせてまつげを流します。中央のまつげは上に、目頭のまつげは鼻に向かって放射線状に広げます。眉毛も上昇ラインを描いていきます。角度をつけていきます。眉尻は小鼻と目尻を結んだ延長線上、
眉山は黒目の外側と目尻の外側のどこかにあるといいです。若々しく見せたい方は黒目の外側に眉山を作るのがおすすめです。眉山を少し気持ち高めにされると角度がつきやすいです。眉頭は目頭の延長線上もしくはやや 1,2 ミリ内側に入っても大丈夫です。では毛が足りないところを1本ずつ描き出していきます。眉頭を除いて全体的に毛が足りないところを描き足しました。眉頭はパウダーを使ってふんわりと描き足します。眉頭は明るいブラウン、眉尻に向かって濃いブラウンにグラデーションをつけるとお顔が立体的に見えます。髪の毛が明るい方は眉マスカラを使います。それではチークも上昇ラインを描いていきます。チークは丸く入れていると可愛らしく見えるし、頬がこけてしまっている方は余計頬骨が目立ってしまうので、頬骨を確認して頬骨のくぼみよりも上の位置に入れます。でここで上昇ラインを作ります。それではリップメイクに移ります。年齢を重ねると口角が下がってしまったり、あと口元のボリュームが小さくなりがちです。リップラインを使用して理想の唇を作っていきます。上唇1に対して下唇は 1.3 から 1.5 倍になるように整えます。口角が下がっている方は下唇の角度をそのまま上唇に向かって 1,2 ミリはみ出します。そうすると口角が上がって見えます。そしたらリップを重ねます。マットなものよりも潤いを感じさせる質感のものを選ぶといいです。もっとボリュームが欲しい方や縦じわが気になる方はリップグロスを使用します。上下の唇の中央だけに重ねると立体感がプラスされます。以上33歳からのメイク見直しテクニックでした。メイクの参考にしていただければ嬉しく思います。高評価ボタンとチャンネル登録、そしてインスタ、ツイッターのフォローもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。